スマートフォンの地図アプリを見ながら自転車を運転したことがある方いらっしゃるのではないでしょうか。11月1日から自転車のながらスマホなど罰則が強化されて車や原付と同じ扱いになります。最悪の場合、実刑となる可能性もあります。具体的には自転車に運転しながらスマートフォンを見る、このながらスマホをした場合、6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金となります。 そして、このながらスマホをして、事故を起こすなど危険を生じさせた場合、こちらのケースは1年以下の懲役、または30万円以下の罰金となります。このながらスマホというのは、携帯の画面を2秒以上注視することを目安だと思ってください。そして、スマートフォンを見るだけではなくて、スマートフォンを手で持って通話をすること、これもながらスマホにあたります。ですから、通話をする際、そして、 スマートフォンの画面を注視,注視する際は必ず自転車を止めてから行うようにしてください。そしてイヤホンを大音量でこの音楽などをかけながら自転車を運転する。これも多くの自治体が条例で禁止しています。絶対にやめるようにしましょう。そしてもちろんですが自転車の二人乗り。こちらももちろんすでに罰金の対象になっていますのでやめるようにしてください。そして今回の法改正で変わったことがもう一つ。それが酒を飲んだ状態。 手記を帯びた状態で自転車を運転した場合、このような場合は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。そして、この罰則の対象になるのは自転車に乗る人だけではありません。例えば、自転車に乗って居酒屋に来た人がいるとします。このような酒に酔った状態で自転車を運転する可能性がある人、このような人に酒を提供した場合、2年以下の懲役、 または30万円以下の罰金となります。そして酒を飲んだ状態の人に自転車を提供した場合、この場合も3年以下の懲役、または50万円以下の罰金となります。このような自転車の罰則の強化に関して、11月1日のニュースランナーの見逃し現金お金ニュースというコーナーで私が詳しくお伝えします。ぜひご覧ください。少しなら酒を飲んで運転してもいい。 少しなら動画を見ながら運転してもいい。このような安易な気持ちが自分の命、最悪のケース、他人の命を奪うことにつながりかねません。11月1日をきっかけに絶対にやめるようにしましょう。